ちなみに昨日は釣り堀に行きました。鯉2時間で3匹取れました。どうだろう、これはどうかな。そんなに上手ではないと思う。本当に初めて釣り竿を持って釣りというものを初体験したんですよ。そう、すごくないですか、釣りのん。そう、釣りのん。鯉が3匹釣れました。いかがでしょうか。もう結構大きかったです。こんくらい、あ、バシャ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 ってなってました。だからすっごいもう引っ張んなくっちゃいけなくって、とにかく大変でしたね。いや、でもなんかね、結構釣りのリポートとかも見たりするじゃないですか。だからなんか釣りやったことないってなるとあまり話ができなかったので、釣りしてみてハマりましたね。楽しかったです。はい、一つまた楽しかった。普通に楽しかったです。浮きがポチョンポチョンポチョンってなる動物の森でしか見たことなかった。食いついたタイミングをまさか実感できるとは思わなくて、でしかも引く時の力とか、あ、こんなに必要なんだっていうのとかもね、分かったので、すごい、そう楽しかったです。なんかいいなと思いました。こうやってみるのもね。いやー、3匹そうでもないか、まあ微妙かな。釣れる人はもっと釣れるのかな、どうだろう、わからない。餌はつけられました。最初結構おーってなったんですけど、まあつけました。うん、でも取れなかったです。釣った後取るのが怖かった。それはちょっと難しかったので何回も呼びました。すいません何回も呼んでね。そう、なかなか取れなかったんですけども、いやー楽しいですね。はい。